脇門ユタトカゲはユタトカゲ族のトカゲである。主に北アメリカの西砂漠で見られるトカゲで特有の繁殖パターンを持っていることで知られる。ユタトカゲはユタトカゲ科に分類される。体長は15センチメートルほどに成長し、通常オスの方が大きい。またオスは喉のあたりに鮮やかな模様を持つヘビ、ヒョウモントカゲやハリトカゲなどの大型のトカゲ。 道走りなどの鳥といった生物はこのトカゲにとって天敵である。逆に、脇門ユタトカゲが主食とする動物として、接触動物、昆虫、蜘蛛、時にサソリなど。こうした天敵は少なくないため多産である。4月から6月にかけて繁殖期を迎え、早ければ5月の下旬には子供が生まれる。繁殖期は9月まで、つまり夏の間中続く。 脇門ユタトカゲについて特筆すべきは三つのタイプのオスと二つのタイプのメスによる成形体である。オレンジの喉のオスは最も強い。テストステロンの値が高いことで体は大きく広い領域を支配し多くのメスを確保できる。黄色いストライプの喉を持つオスはこそこそと行動する。相手の領域を犯すことはしない。オレンジの喉のオスが領域を守るために 不在の間、メスと親密になる。青い喉のオスは攻撃的な性格ではない。中間的な大きさである。一匹のメスを守ることに専念するが、黄色いストライプのオスから守ることはできてもオレンジの喉のオスにはメスを取られてしまう。オレンジの喉のメスは、たくさんの小さな卵を領域中に広く産む。黄色い喉のメスはそれよりは少なく産むが、 大きく頑丈な卵を産む。またオレンジの喉のオスと青い喉のオスはメスを逃がすと、ためらいにも人間に近寄ってくる。メスが助かると、穴の中や岩の下で、繋がる。このようなオスがメスを巡る争いはじゃんけんのようだと、言われる。またメスはオスに比べ色が地味である。シナボ、BCM ライブリー、ザ・ロックペーパー。 シザーズゲームザ240ドイ 10. 10・エボリューション・オブ・オルターナティブ・メールストラティジーズネイチャー380 240 243ドイ10.1038 38240エーレイラファガーデンジョーンエボリューションエス・レインボーダイバーシティジェンダー and sexuality in nature and people.University of California Press.ISBN 0-520240731.Especially Chapter 6 Multiple Gender Families.Pianist Shimon 90-93 Good Dit Naf.J Perspectives on Animal Behavior.Pianist Shimon 70ありがとうございます。